政治調理さ産、有村かすの倒し方を教えてください。ようや,やめろ、お前。有村かすちゃんなんか、お前。やばいだろう。あんな、なんだ。ちょっとこう、いつもクールな。ちょっと不思議ですね。ちょっと何考えてるかわかんないんだよ。マジで。あの、ミステリアスすぎて。うん、ある意味上品な。しかし、何かそこはかとない魅力と、はい。 色気を持つ、清純派だけれども、さまざまな役柄をこなす、はい。ま女優の中でもやっぱりちょっとね、比較できる方がいないようなオリジナルのポジションを保った、はい。正統派女優さんでございますよ。本当、倒す必要もないっていうかね、もうむしろ、はい。むしろラブシーンとか、はい。なんか、 で、倒したいぐらいの気持ちはありますけどね、ラブシーンとかご一緒して倒したいみたいな気持ちはありますけど、はい、それではまあ結果倒したことにはならない俺が倒れるみたいなことになっちゃうんで、はい俺が、逆に俺が演技だけでも倒してみたら可愛いと思って俺が倒れるみたいな可能性あるんでね、さすがちょっと危ねえなと思うんですよね。ただまあ、もういつも思いますけど、女優さんなんて本当、俺、有村佳純ちゃん、本当、本物見たことあるけど、笑っていいと思う。 テレフォンショッキング来た時に、本物目の前でこの辺で見ましたけど、あ、おはようございますって言って、出番前の有村さんと、パンってやったとに、おはようございますって言われた時に、俺もバリーンってなったもんな。あんちゃこの妖精みたいな生き物みたいな。なんか骨格がなんか細くてちっちゃくて、なんかな、なんかよくわかんない、よくわかんない、なんか、な、気象動物見た時の衝撃みたいな、なんか、初めて豆時間を見た時の、こんな、 こんな小型な生物、華奢な、え、しかも鹿なのこれで。みたいな。そういう衝撃を受けたんだけど。その有村さんはな、なんだ俺をやるっていう俺をやってやるっていうことなのかなどうなんだろうなどうなんだそういうことあんのそんなことある俺が有村風に迷惑かけて倒してやるって思われることあるはないでしょ俺あの、高校の先生のほら、ドラマでも俺も全話見て、本当に。 素晴らしいドラマだったな、あれな、本当に。あれもらかすみだけ見てて、本当に楽しめたドラマだったなだら、そのかすみちゃんが何度か、本当に気に食わないです。私の映画とか、酷評して気に食わないです。みたいな。マジで倒したいと思いますって、あーってやってくるんだったら、まあ当然、当然ですけど、やっぱり、人の、人のメスですからね、こう、わーってきて、あかすみちゃんだって、もう俺のことを狙ってんだってなりますよね。殴りたいんだろうなーっ,てって、ドーンってもらいますよね。 もらえますよね。まあ、普通だったらガってそのままここにいるんで抱えてビターンって行くんですけど、やっぱちょっと有馬の霞には俺も弱いな。投げつけられないな。投げつけようがない。で、有馬霞ちゃんが来たら、あの階層で使う分厚い細いマットをスッて出して、ボーンもらってガッて担いで、あ、お、パフって,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 てなる感じで、はい、パフって分厚いマットに叩きつけて。 あ、この人には私は一生叶わないんだ。キュン、みたいな。<laughs> それがベストかなそれがベスト、うん。キュンが入ったらもうベスト。はい、それがベスト。百獣の王国家系層のケイョンチャンネル始まるよ